はい、どうも皆さん、つまです。えー、それでは、引き続きやっていきましょう。えー、10日目からですね。まだ今回で、前回のやつで、随分、家族の状況は良くなったわけですね。これちは一斉捜索。自らを窮地へ。どういうこと一連の失踪事件は偽証と破格。なんかちょっとよくわからんところでよくわからんことが進んでますね。12月2日。あ、なんか、車が止まったけど。なにこれは。なにこれ。 東グレスティン区画の責任者が訪問する、サイレン対応を心掛けてやる人をさにこうこの人がそうってことですよね。じゃあまだ仕事始めらんないじゃん。これ何なんだろうね、これね。これしかしあの、<laughs> まだ前回やっての手紙実は改めて読んでないんで、あの人は来られても困ります。なんか強そうな気ましたね。踏むそうですけど。 君は私の管理下にあるということです。そうです。受けた、オッケに。何これ評価量。あ、いや、ありがとうございます。壁にかけておけ。あ、こう、こういう風にかけられるんだ。なるほど。これで <laughs>、これでいいんですね。評価量だから、まあ、いいんじゃないですかええー、はい。入国の目的は あ、外交会談のため呼ばれましたと。インポールじゃない。リバプリア。しまった。これ出し忘れた。えー、リバプリアで OK ですね。えー、っと、ノ、ノソブさん。パスポート番号も致ということで、R、えー、と使うも入ってるので、まあ OK でしょう。で、問題はこっちのパスポートの方ですよと。えー、リバプリア。ここリバプリアでね。ケ、OK、ー。 で、トゥルーグロリアンオッケーですね。で、エクスパリデートもオッケーですね。これエクスパリデートないもんね。女 <laughs> ちょっと待って。男だよね。なんてことを聞くんですかまあ、確かにそうだよね。まあね、こういうこと言うのもあれ失礼な話ですけどね、本当に女性に対してね。男やんけ。 <laughs> どう見ても男やんけん、お前は。これどうするんだこういう風にするのか種類問題がありますね。ええ,えじゃねえよ。高速 <laughs> これで、これで極力って思った。こんな権利ないでしょあるんだな、それが。<laughs> 本当にあるのかな <laughs> どうなんだろうね。<laughs> いや、しかし、とんでもないやつでしたね、今ね。えー、観光です。 これ <laughs> ちょっと待って <laughs>。あ、ちょっと待って <laughs>。こいつ見たことあるぞ <laughs>。これ誰かにもらったやつでしょあの、それは私です <laughs>。嘘をつけ嘘。あれ本当なのか、これ。あ、指紋が怪しいのか。え高っか高っか高速やったぜ <laughs>。これでお金、極列ですね。兵隊を組んのかな まあでも、そんなことはさっきサクサクとやった方がいいですね、きっと。なんか、うさんくさいのいっぱい来ましたね。これ中だ。親戚に会いに来ました。三3ヶ月間。書類がありませんけど。<laughs> すいません、あの、書類を出してもらっていいですか。えーっと、入国家箇所。これも出して,てはいいですよね。いるんですか知りませんでした。何を言ってるんだ、君は。はい。嫌よ。 動か。高速、高速 <laughs> すぐに、すぐに高速しちゃう。私に近づくなちょっとやめてね。爆発しないでね。<laughs> 銃向けてますけど、この人。<laughs> お、殴った。また激しいね。あ、担ぎ出してるんじゃん。すごいね。こんなこともあるんだね。へえ、ー、面白い。えぇ、ー、乗り継ぎでえ、はい、滞在期間は、 数日二日間。まあ、OK でしょう。ケ、OK、ーですね。OK ですね。の乗り継ぎで二日間も OK。1 9 8十年12月21日の OK ですね。で、次はこっちですね。えー、で、まあ、OK でしょう。ということで、アンテグリアのパスポートですね。えー、アンテグリアのパスポート、千まるメロ。九百八十年の OK、OK、ケ、OK、ーですね。それでは、えー、反抗しましょう。 大丈夫だよね。でもまあ、ミスがほとんどなく来てますからね。表彰されてますからね。えー、書類。ここに引っ越す永住を、はいはいはい。で、えー、ゴンゼリ、アレックス・イ・ゴンゼリさん。データ一致してますね。えー、インポールからの女性ですね。えー、OK でしょう。1983年。こういうのも覚えるのかねインポール、ハイハン、OK ですね。えー、っと、 エクスパイリデートもオッケーでしょうということで、じゃあ反抗しますよ。なんかこのアップルーブの反抗を押すために少し緊張みたいのがあるんですけど、通 <laughs> したとこっからなんか出ないかっていうね、また別の緊張も。あまた来た <laughs> はい。あ、これ、こういうことこういうことでしょ、間違いなくね。こうこういうこと <laughs> これでもあの、ゆっくりと読みたいですね、後でね。多分、こう、こういうことなんですけど。はい。えー、ある一つか。これはプーってなってから、読めばいいですね、きっと。えー、っと。ちょっとね、あの、手元が狂って、あの、おかげさまで。あの、あいつが来たおかげで。えー、データ1ですね。4 4キロ1七0 1七0ないじゃん。ちょっとちっちゃいよね。 多分靴が違うから、ほんまかいな,な。確かになんかそれっぽく見えますけどね。指紋は一致してますね。これ OK でしょう。A タ一致。じゃあ OK っぽいですね。これに関してはじゃあ問題ないですね。1900。デートパースも一緒ですもんね。で、名前も当然さっき一致しましたし。じゃあ OK ですね。 これはオッケーということにしましょう。で、東グレスティンで1980年の11月もだからオッケーで。じゃあアップルーブしましょう。これ確かにタブで出せたらすごい便利な、これ。で、次。これ人の名前かなステフェニー・グライレイと書いてあるけど。えー、親戚には行きました。滞在期間は1ヶ月オッケーですね。まず名前。 え、データ一致してますね。データ一致しますね。1980年2月23これはまあ、じゃあ問題なさそうですね。えー、で、次は、えー、リパブリア。リーバープリアの人で、トゥルーグロリアン、OK ですね。まあ、問題なさそうですね。リパプリア、1984年の1月まで有効期限なんで。これでいいでしょう。はい、次。これ、人の名前かね ああ、なんかうさんくさいの出てきたな。えー、他の国、乗り継ぎ、はい。えー、二日だけ、はい。はい。でも乗り継ぎ二日か。1988年12月29日、OK ですね。で、次。まあ、確かに、あれ、それ、それっぽいですよね。で、OK でしょう。で、これ、コレチアか。コ <laughs> レチアっていうだけでなんかちょっとうさんくさ感じな。ベローズ。あ、まあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、 OK っぽいですね。これだけ見ると。爆発すんなよ。えー、じゃあオッケーですね。今日も,もうすでにこれ中人が一人暴れてますからね。あ、これでオッケーだ。あ、落ちた。<laughs> あ、息子がオッケーになりましたね。えー、で、ハングリーで、あ、これで入国しなす替できるじゃん。これでほら、やった、これタブキーでスタンプが出せるようになりましたよ。 えー、じゃあ、次の日行きますか。あまあ、空腹はこれで OK なんで、まあ、家族の状態も随分良くなったんじゃないですかえー、入管管強盗。盗難被害は数点。アンテグリア国内の工作行為が発覚と。正味で、ね、あの、よくわからないんですよ。<laughs> 何を言ってるのか、僕には。盗難被害にあったってこと僕のところが。陰影が、侵害された。 二重チェックすること。印象の不備または偽造印象である場合、規則書内の書類の章と該当場所アルスト線が行くこと。印象、もうさあやめてそういうの。印鑑が必要ってことでしょだから、これが絡んでくるってこと印、印鑑が。 で、各国ページを参照ってことは、これさらに国のこれも見なくちゃいけないってことうわ、めんどくせえ、これ <laughs>。うこういうのもあれだけど、言ってしまうのもあれだけど。めんどくせえ、これ <laughs>。はい。もうちょっと緊張してきたな。親戚に会いに。いえ、三加やか。これはハンコないじゃん、そもそも。ねえ、えー、っと、ハンコがありませんよ、と。 ちょっと待って、ちょっと待って。これ、該当箇所と入国許可書でしょこうでいいのあれハンコは,はちょっと待って、えっ、ー、と、ごめん、すっごい玉だろ、これ、間違いなく。これだってハンコないもんね。あれハンコ押してあったよね、さっきまでね。 入っ、ほら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 。あれほらほら。ああ、よかった。<laughs> 何を言っているんだよはい、高速。これであれか。お金を稼げるようになるのか。よくできてるね。このバランスね。これはでも難しいな。違う。ああ、もうシルエットで分かった気君だって。よう相棒。今日こそは。完璧な書類だ。 大変だった。<laughs> 安くなかったわははじゃねえよ。えデート一致してますね。ちょっと待って待って待って。入国の理由はから入国の理由が。<laughs> まず、まずそこだろ。ちょっと待って。えー、っと。これどうやってなんだっけこうでいいのえー、っと。ちょっと待って。入国の理由は。待ってよ。待ってよ。 えー、入国許可証。これでも待って、入国の理由がないからダメでしょ、これ。<laughs> ねあの、理由がわからないからダメだよね。はい、もう来ないでくださいって言いました。<laughs> くそー、じゃない。あっ。お前最悪の人間。<laughs> これじゃあもうこのこの人来なくなるってこと ええー、そういうこともあんの <laughs> そういうこともあんの ?30 日間滞在。ああ、んでもちょっと待だどういうふうに聞けばよかったんだじゃあ僕は。なんかあの人がもう来なくなるってもうちょっと寂しいですね。えぇ、ー、30日間滞在、あ、OK。八十二年十二月十二日、OK ですね。えぇ、ー、で、コレチア人だな。 でいたいち、一体、んこしてある反抗してあるね。o、OK、えも、ー、う、まあ、問題、八十年、問題なさそうですね。ちょ、待って。あ、そうか、タブで出せるよなったな。忘れた、すっかり。これ、ちょっとね、あの、<laughs> さっきのおじさんに、からこれをもら叩きつけられてな、あの、動揺してるんですよ、僕、少し。ケ、OK、ーでしょこれ、ミスが続くかもしれないな。少し精神的動揺が、なんだ おはよう。こいつ、時計進んでるんですけど。あ、お金くれるのね。ありがとうございます。あれ、5人拘束することにだっけ違うよね。2人拘束することにだよね。あ、金起こすよ。ああなるほど。なるほど。ま、しょうがないか。うん。まあ、しょうがない、しょうがない。僕はね、あなたを信じてるよ。はい、次の人は。は なんか、でもうさんくせえな。えっと、ただの観光です。はい。滞在期間は、半月間滞在、OK でしょう。で、えー、っと、これを OK ですね。えー、データ1、OK ですね。82日、2030日まで観光 OK ですハンコもしてあるよね。これハンコ違うのを押されたら僕も多分ね、アウトだと思うんですよ。僕自身が。 データ一致 OK。1982年11月。ん <laughs> ん<ー>更新したばかりです。これ高速できるのかなダメなのか。そこでじゃ高速には十分な理由を満たさないわけですね。なるほど <laughs> バンバン拘束してほしいんですけどね。パスポートの期限切れとかでも。入国の目的は、えー、乗り継ぎで通過。 えーっと、まずは書類を出してくださいと。はいっ。それ何ですか <laughs> はい。組織は知ってる何 <laughs> え、何捨て台リフ言ったけど。あ、これで実は名前を見つけ出してけないと。そういうことそんなめんどくさい。また、あ、なんか特徴的な人が来ましたね。えー、1 7 0センチ。 95キロ、OK ですね。フェシーロ地区。えー、っと、アルストスカ、ベシーロ地区。ですね。じゃあ、これ OK でしょう。OK ですね。えー、1983年までのんで OK でしょうということで、え、アルストスカで、パラディスッ OK ですね。え、なにちょっと今日、いろいろ雲球を次する、僕にはわからないんですけど。<laughs> もうただ職務を全うしてるだけです僕なんか随分背の高い人ですね。えー、乗り継ぎをします。はい。滞在期間は、2日間だけ。82、11月2日と、20日ということで、っきり言ってますね。これ完全にね。えー、今日まで来れませんでした。<laughs> だから、だからなんですかっていう話ですよ。はい。さようなら。あ、出た書類を。 またこれか <laughs>。速やかによし死者に返却せよ。最初の工作員は拒否された。次の工作員は3日以内に到着。同じ過ちを犯すな。<laughs> はわ、あ、<laughs> からないですけど。工作員なら工作員って言ってくれ。はい。入国の目的は、はい、乗り継ぎ えー、滞在期間は2日間、はい、OK ですね。名前も OK。パスポート番号に関しては OK。ハンコも OK ですね。えー、12月1日 OK ですね。で、えー、男 <laughs> 待って。えー、検査。ミカエルサラ、サラトブ。ミカエルサラトブっていう人と、 スティーフフェニー、あ、ほんと、男性だ。グライレっていう人が来るってこと男ですね、確かに。じゃあ、あのおじさんにはちょっとなんか悪いことしちゃったようない気もするけど、まあ、しょうがないね。オッケーですね。さあ。ふふふ。不審なと金を持ってきた。燃やす場合チェックを解除。えこれ燃やすわけないよね。 <laughs> そんなの燃やすわけないよね。えー、えー、そんなえ、すごい究極の判断を迫られてるんだけど。えぇ、ー、これじゃ、ちょっと預かるえ、でも、こんなのってありえ、でも別に困ってないし、今、うち。ちょっとあの、悪いけど、報酬燃やすよ。 え、<laughs> 難しいな、これ。えー、でも、お金欲しいなあ、でも、やっぱ悪いことは良くないですからね。<laughs> 悪いこと何回かしたけど、悪いことは良くないから。あ燃やすということにしましょう。なんか、団長の念。でね。えー、ーということで、今回は、これまでとさせていただきます。どうも皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回。お金欲しい。